6月28日、1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて178円20銭高、2万7000飛んで49円47銭でした。2万7000円台を回復して引けています。日経平均株価としては4日続伸です。トピックスは 19.96 ポイント高の 1907.38、こちらも1900ポイントの節目を回復しています。プライム市場全体の 81% にあたる1498銘柄は上昇、下落したのは全体の 15%、 292銘柄ということで、買い物先行という東証、東京市場でした。マザーズ指数は 3.27 ポイント高 0.4% の上昇でした。日経平均株価の冷やしチャートです。昨日のアメリカというのはやや冴えない小安く終えたんですが、大きく崩れなかったということで、日本株は買い戻し先行、178円 0.6% の上昇、しかも大引けにかけてぐいぐいと上値を伸ばしまして、ほぼ大引けのところが高値となっています。陽線を立てて買われていまして、このオレンジ色の線ですね、25日移動平均線を上抜き、2万7000円台を回復して引けました。今日それなりの堅調さが目立ったのが自動車株であります。足元で円安続いているということなんでしょうか。7270スバルなどは今日は買いが優勢でありまして、23円と50銭高 1% 近い上昇で引けています。一方、個別材料ということは東芝でしょうかね。東芝は株主総会をやっていましたが、いわゆるアクティビスト、物言う株主でありますね。一定の株式を握った上で、経営陣に対して株主還元などの強化を要求する、いわゆるアクティビスト2人を、取締役に選任したなどという話が伝わってきています。こうしたことから、さまざまな思惑を誘ったようでありまして、今日は買い物が先行、 0.6% の上昇でした。今日の東京市場、日経平均株価4日続伸で2万7000円台を回復して引けています。以上、大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。